県内では去年1年間に交通事故で死亡した人の数は47人で戦後の統計以降最少だった1951年の53人より少なくなりました交通事故の発生件数も減少していて去年は前の年より228件少ない2848件でした交通事故による死者数が減った要因について 県警は新型コロナウイルスによる外出自粛の傾向が続いたことや歩行者に対する重点的な交通安全運動の成果が出たとみています一方で死者数のうち65歳以上の高齢者が占める割合は全体の6割ほどで自転車や車に乗った際の事故が多いということです県警は冬の間は雪で路面や視界が悪くなるため 車を運転するときは車間距離を保つなどより一層注意するよう呼びかけています。